アーロン・アロー・スミスアーロン・アロー・スミスは、イングランドの地図制作者、同伴印刷業者、出版社で、地理学者を多数輩出したアロー・スミス家の創始者の一人、20歳の時に、カウンティ・ダラムのウィンストンから、ロンドンの双方スクエアへ移り、同伴印刷業者のジョン・ケイリーとウィリアム・フェイデンに、雇われた。これに先立つ1790年1月、アロー・スミスは、 メルカトル図法による大型の世界地図によって有名になった。その4年後、アロー・スミスは球状図法による新たな大型の世界地図を解説書付きで刊行した。1796年の北アメリカの地図と1807年のスコットランドの地図は、その後にアロー・スミスが制作した多数の地図の中でも最も成功したものとなった。また、 1802年から1819年にかけて刊行されたリース・エス・サイクロープディアの地図帳の巻の編纂にも当たった。アロー・スミスは1810年頃プリンス・オブ・ウェールズであった後のジョージ4世付きの水路学者となり、1820年のジョージ4世の即位と共に国王付きとなった。アロー・スミスの事業は後に老いのジョン・アロー・スミスと共に運営されるようになった。 1821年、彼らはハドソン湾会社から得た地図類とアーロン自身が作成した過去の地図をもとに、さらに完成度を上げた北アメリカの地図を観光した。アロー・スミスは自身と同盟のアーロンとサミュエルの二人の息子を残し、長男のアーロンはイートン・コンパラティブ・アトラスやビブリカル・アトラスの一つ、その他様々な地理学の手引き書などを編纂した。 カナダブリティッシュコロンビア州バンクーバー島のポートアルバーニの東方に位置するアロー・スミスさんはアーロン・アロー・スミスとその老いジョン・アロー・スミスにちなんで名付けられたものである。1795年1月1日付で観光されたアロー・スミスの北アメリカ大陸内陸部におけるすべての新発見を表示した地図。ありがとうございます。